初めましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。ウクライナのゼレンスキー大統領が国会で、まあ、リモートながら演説をするしたいなという話で擦ったもんだがありました。なお、この番組を撮影しているのはその演説の前なので、何をお話になったのかは分かりません。一方で、ゼレンスキー大統領誕生にもつながった彼が主演していた連続ドラマ国民のしもべ、このドラマへのオファーが今世界中でワールドワイドに殺到しているといいます。そのざっくりとしたところを、令和4年3月21日4321の TBS ニュースの YouTube チャンネル、公式チャンネルより紹介したいと思います。 T シャツ姿でメッセージを発信してきたウクライナの大統領ゼレンスキー氏、元喜劇俳優ですが、過去の出演ドラマ国民のしもべが改めて注目されていて、世界各国で放送を求める声が多くなっているそうです。かつてアメリカのネットフリックスでも配信されていたそうなんですが、ここのところの注目の高まりも受けて、アメリカ国内では再配信をしているとのことです。この話題に顕著なのが、ロシアによるウクライナへの侵略戦争でズバリ明らかになったのが、テレビの終わりです。もちろんすでにテレビは見ないよという人も多くなりました。ただまだまだテレビも見るよという人は少なくないんです。しかし今、テレビの皆さんの嫌われる努力が、小さなことからコツコツと、時に大胆に、そして実を結び花を開きかけております。そんなテレビの嫌われる努力を象徴するアイコン的なみたいなっぽい存在に今おなり遊ばれたのが、プロコメンテーターとして八面六臂のご活躍をなされている橋本徹さんです。というよりも、これも正しく言うのであれば、彼を起用し続けるフジテレビです。朝の目覚まし8、夕方の1、 BS に目を移してもプライムニュース、何より毎週日曜日の日曜報道ザプライムなどなど、プロコメンテーターさんがある意味出ずっぱりとなっております。そして直近の令和4年3月20日の日曜報道ザプライムがオンエアしていたその直後から、ネット上にて、 SNS 上にて画期的な現象が確認されちゃいました。毎週日曜日の朝と言いますと、ネット界隈をざわわとさせるのが TBS の最低モーニング。あ、番組内容そんな感じなんですけど、一応番組はサンデーモーニング。フジテレビの日曜報道ザプライムというのが朝の7時半からだいたい8時50分ぐらいまでやるのかな。一方 TBS のサンデーモーニングはと言いますと、朝の8時から始まって、こちらは多分9時55分ぐらいまでなんですが、だいたい9時台の1時間は放送が被っております。毎週のことながら、ツイッターのトレンドにはサンデーモーニングというキーワードが上がり、ネットの皆さんの盛大なツッコミが入っておりました。この3月20日もサンデーモーニングという名前は確かにトレンド入りはしていたんですが、なんとフジテレビの日曜報道ザプライムもトレンド入りします。そしてフジテレビの日曜報道ザプライムの番組終了直後のツイートされているキーワードの数、サンデーモーニングが1451であるのに対して、日曜報道ザプライムはなんと6249件と、4倍ものツイートがなされているんです。しかしこのツイートの数、褒めているんじゃありません、批判です。この日の番組にご出演なされていたのが、元外務官僚の三宅邦彦さん、そしてあの民主党政権時代に防衛副大臣もお務めになられていた渡辺修さん、そして自民党の松川るいさんが、レギュラーコメンテーターを務めておられます橋本徹さんと議論をするという設定になっておりました。しかしツイートの数において、あのサンデーモーニングをぶち抜いた、そんなツイッター界隈に寄せられていたのは、一言で言いますと、プロコメンテーターさんの持論を聞かされる番組だという批判の声でした。私も番組を見ていて、番組名つけてツイートしたところ、数多くのご意見を寄せられ、その大半は同意していただく言葉でした。ところがそんな中には、やっぱりこのプロコメンテーターさんを熱心に信じるファンがいて、必要に絡みつかれました。こうした熱心なファンのおかげでの気づきもありました。そしてそんな気づきに触れる前に、この日の番組を象徴するかのシーンを、有名ツイッター民ピーチ太郎セカンドさんが手短にまとめてくれていたんで、そちらを紹介したいと思います。
橋本徹さん、日本の専門家はウクライナ頑張っている、ロシアを止めているという分析ばかりで、市民の被害については全く認識が欠けているのが実態。これに対して元外務官僚三宅邦彦さん、そういう論の立て方はやめた方が良い、我々は犠牲が出ていることは前提にして市民の犠牲を止めるためにどうするかを議論している。このシーンでなんと無敵のプロコメンテーターが爆誕してしまいました。そんな無敵のプロコメンテーター爆弾がフジテレビの嫌われる努力であることを指摘する前に、同番組どころか各番組でこのプロコメンテーターさんが繰り返していたのが、政治家や専門家は戦う一点なんですなんておっしゃっておりました。だがちょっと待ってほしい。一体政治家や専門家で戦う一択という方がどこにいるんでしょうか。これを私がツイートで指摘すると、プロコメンテーターさんの熱心な信者、支持者の方が、高市早苗さんだなんつってね、突っ込んできました。多分、同じく日曜報道ザプライムの3月6日の放送のことを指しているかと思われます。この時、事実上の全面降伏を主張していたのが橋本徹さんです。その橋本徹さんが高市早苗さんに、高市さんが総理大臣だった時に、日本がウクライナみたいな状態になった時どうするかと尋ねました。そこで高市早苗さんは、あらゆる手を使うと断った上で、総理大臣という我らが自衛隊の最高指揮官としての立場ならば、自衛隊の皆様には戦うことをお願いしますというお話をしていたんです。戦う一点または戦う一択だと主張しているのは、この私が知る限りプロコメンテーターさん以外に確認できないんです。なお、先ほど紹介した三宅邦彦さんの、我々は犠牲が出ていることを前提にしているというお話は、プロコメンテーターさんがご自身の演説を始めようとしているところに割って入っての発言でした。しかも声を荒らげて割って入っておりました。議論というのは大前提を踏まえて行われます。ロシアによるウクライナへの侵略戦争では、もはや民間の犠牲が出ていることは誰もが知っていることです。そしてまた全面降伏をしたとして、その果てにより残酷な悲しみが出る可能性があるということ、これもまた大前提なんです。さらに批判とは、批判する対象存在があってこそ成立します。戦う一点だ一択だという主張をしている人は、なかったなぜだとでした。白がこう言ってます。森かけ森友学園の土地取引に政治家やそれに類する人の関与はなかったことは明らかになっております。加計学園の獣医学部新設が認められたのも、ただ順番に並んでいた先頭にいたのが加計学園だったという話で、そもそも獣医学部の新設を認めてこなかった方がおかしい、これが大前提なのが森加計騒動です。総理のご意向も忖度もありません。これをフジテレビの番組にガチコーンと当てはめ込んでみますと、民間人の犠牲が出ているということはもう誰もが知っているという大前提を踏まえずに、存在しない一択の人を設定して、持論をとうとうと語られれば議論など成立するわけがありません。まさに無敵のプロコメンテーターの爆弾です。すなわち敵がない無敵なんです。もちろんどんな意見があっても良いのですが、我が国の安全保障にも直結する話、ここに大前提を共有もしなければ、存在しない批判対象を持って批判をしている、まるでサイエンスフィクションのようなお話をするコメンテーターさんに語らせ続けているところに、そんなフジテレビに日本の公共の電波を預けていて良いのかというお話なんです。そしてフジテレビが彼を起用し続けているところと、先のツイッターのトレンドを踏まえた時に、ある種の答え合わせにたどり着いたのが、 YouTube で見つけたとある番組でした。元テレビディレクターと名乗られておりますサッキーチャンネルさん、ワイドショーのコメンテーターにお笑い芸人を起用するのはなぜですかというこちらの番組、かつてテレビ制作会社に13年間勤めておりましたこのサッキーさんが舞台裏を語ってくれておりました。サッキーさんによりますと、テレビ制作者側は、視聴者は馬鹿だと思って番組を作っているとのことです。これはネット番組アベマタイムスの、
ストーリーありきの番組も専門家に見える素人が危険、テレビのウクライナ報道に相次ぐ批判を問うとした番組の中で、あのアイモードの生みの親とかつて紹介されておりました夏野剛さんの番組の中での指摘と見事に重なります。そしてそのことはテレビの制作者側、テレビの中の皆さんへの疑惑がちらかーん、夏野剛さんの発言をアベマタイムスのサイトの記事より紹介します。日本のテレビ局の場合、報道番組と情報番組に分けていて、報道番組の場合は変な意見を言わないようにものすごく気を使っている一方、情報番組は結構緩い。そういう情報番組が出てきた背景には、安くて作れて視聴率が比較的取れるフォーマットだからだ。その意味では喜んで見ている国民のレベルが低い。もう一度言います。喜んで見ている国民のレベルが低いということに尽きるのではないか。つまり情報番組を見ている国民が馬鹿、馬鹿だとおっしゃってるんです。元テレビディレクターのサッキーさんも、視聴者の皆さんは馬鹿だから、芸人さんがその馬鹿のレベル、つまり知識ゼロベースにまで降りていって、専門家や解説者に質問をする、テレビの情報番組はそういうフォーマットになっていると舞台裏を紹介してくれておりました。加えて芸人さんを含めて有名人を起用するとネットニュースなどになりやすく、さらにネットで拡散、つまりバズることができれば、スポンサーの皆様にね、この番組これだけね、反響があるんですよと口説きやすくなると説明します。いわく視聴率は取るのはね、ちょっとよくわかんないけれど、バズる、騒がせることはできる、そんなようなお話をされておりました。そして直近のフジテレビ日曜報道ザプライムでは、あの日曜朝の王者と言われて久しいサンデーモーニングを4倍速の速さでツイッターのトレンド上では抜き去りました。かつての昭和時代、悪名は無名に勝ると言われました。しかしそれは情報が風化していくフローの時代の話です。今はネットがありますの時代なのでストックされていきます。つまり悪名もまたストックされていくんです。まさに小さなことでもコツコツと累積されていくんです。しかしテレビや、とりわけフジテレビはこれに気づいていないのかもしれません。するってとお台場方面ではこんなことを考えているのかなって気がします。人の命も悲しみも、とにかくバズれば OK、 スポンサーの皆様これだけバズる番組ですよって言ってね、スポンサーの皆様がうしうし、ご批判大歓迎でございます。それは全てバズってるということになるので、はい、ご批判ですか、ご支援が出ますね、ご支援が出ますね、ご支援が出ました、バレましたと冗談はともかく、冒頭紹介しましたウクライナのゼレンスキー大統領のドラマが今人気ですよという YouTube 番組、これは TBS の夕方のニュース風情報バラエティ番組ダーブスター、あ、そんな感じなんですけど、一応番組名は N スター、地上波で放送したワンシーンを切り出した動画です。つまりもはやテレビ局がもしもしの携帯電話と比較した時に、ただ同然で使っている放送電波はなくっても私たちにニュースを伝えてくれるということです。それを恩自ら証明しているということで、これフジテレビも言わずもがだです。またウクライナの今を伝えるニュースやワイドショーの大半は SNS からの転載、コピペ、つまりは転売やー状態になっております。そんな無敵のプロコメンテーターが日本の安全保障を語り、転売ヤーでボロ儲け、そしてちゃっかりネットにも進出しております。ならばもはやただ同然で使っている放送電波をテレビ局からピョイって取り上げて、消えたよっととなってしまえば、節電にもなっていいんじゃないかななんてことを考える今日この頃でございます。我々は今あらゆる意味での転換点におります。いささかおっかない話も転がっておりますが、我々は参加者として、そしてかかとに体重を残しつつも、みんなで頑張っていきます。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを今くてのメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
富永愛子安倍晋三完全勝利説という物語ならにモルゲストよって答えたんですが、モルゲストよかって紹介しちゃった。赤が勝ち、羽生くんすごい、犬くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。と番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなた、はい、お祝いのハイタッチおめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、気が合いますね、グータッチ。そしてチョキを出したあなた、チョキタッチはありませんが、いつも心は V サイン。それでは本当のバイバイ。